ホームラン16本。せっかくね、いい形でこう来てますからね。そうですね、まあ、今日は3つ三振してますけども、はい、この4打席目ですね、本来のこの当たりをこう持ちたいでしょうね、秋山としては相当意地みたいのも矢野さんあるでしょうね。ありますね、はい。はストレート、まあ、何度も言うですけど、秋山に対してですね、はい、今日の野間は非常にいいボールを放ってますよ。一番いいコース来てますね。ああ、そうですか、はい、攻めが 今までの3打席甘ければ今のストレートなんか手出しますよ、はい、出せないってことはそれまでにやっぱりフォークボールとかカーブとかね、そういうので入ってこられてたからですね、はい、さあこれは距離は十分ですが、4打席目は意地の一発、今シーズン第17号ツーランホームラン。やはり黙ってはいませんでした。この回3点を加えて6対2、野茂から6点を奪いました。矢沢さん、はい、3回三振すればですね、やっぱりこうメラメラ燃えてくるものがね、それはもうね、あると思いますが、内心はもう怒ってますよね、まあ、非常にこういい形で野茂にね、こう牛耳られてましたからね、はい、フォークですね、これね、フォークです、ちょっと高めのフォークですね。でも1球目のストレートの見逃し方見たら、やっぱりフォークボール狙ってたような仕方ですね、待ってましたね、そうですか、まあ、結果論ですけど待ってましたよね、フォークボールは。これで今シーズン第17号、ま、打点も2加えまして46打点。今日ウィンタースにホームランが飛び出しているかどうかちょっと今この時点では分かりませんが、楽になってるんですね。ただちょっと今試合ですと、フルは楽に持ってる方が素早い、やる相手の球に対して対応ができるわけですね。おお、三つとも速い球。今の速いですね。ツーエンドワン。151キロと。はい。一直線。ああ、バックスクリーンに入った。第21のツーランホームラン、清原ストレートを狙いました。キャストミート、今シーズン第21号のホームランでございます。1点差に迫ります。西武笑顔が壊れました、はい、ミート中心切りがちょっと今出ましたね、はい、そんな強く振ってないんですね、うん、はい、ですからもう彼のもうスイングからしたらあのぐらいでも十分あそこへ飛んでいくわけですね、はい、これで彼はね、こういわゆる今のは本当完全に前さぶきできた、頭もよく残ってましたね。やはりこういう感じのものが出てくればもっともっとホームラン出ると思いますね、はいはいはい、さっきまではああいう感じよりもっと大きく振ってましたね、はい、感じで昨日もベテラン40歳今井からデストラーデがライトスタンド上段へ、今日は突撃を行ったデストラーデですが早速その成果が出ました。13号ソロホームランで1点を返し、そしてデストラーデが観客の期待に応えました。気落ちした佐藤の初球、ライトスタンドの前半に吸い込まれるような14号サヨナラ満塁ホームラン。デストラーデの今日2本目で西武ついにオリックスに3打点、今シーズン初の5連勝で首位近鉄との差を3ゲームに縮めました。